皆さんこんばんは。バンダイ放送部番人の知恵チャンネルの時間になりました。ヒマナインスタジオ高円寺からお送りしております。今日はゲストに新倉和子さん、工藤直彦さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。またゲストにたくさんの方に来ていただいております。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ではまず、自己紹介をお願いしたいと思います。新倉さん、お願いいたします。はい、はい、美しいマナーと幸せを感じる生き方をお伝えしている株式会社なるみ代表の新倉和子と申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。工藤さん、お願いいたします。はい、いつもありがとうございます。音楽事務所と哲学の私塾を運営しております工藤でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日ね、すごい、まあ、自粛、コロナの自粛明けっていうのもありますけれども、もう満席でね、実はこうお断りするということも起きておりまして、すごい人気だなと思いました。こんなに集まらないですよね、工藤さん。そうね。いいんですかね、こんなに入って。まあギリギリの人数、ね、自粛明けとはいえ、一応この会場のギリギリの人数ということで、密ですよね。やっぱりあれですよね、新倉さんの人気といいますか、はい、人徳といいますか、人格といいますか、そういうのもあるかと思う。でもそれしかないでしょ。それしか。いや、ありがたいです。なんか今日ね、追加のご連絡も何人かいただいて、はい、はい、嬉しいですね。ね、やっぱり、まあ、来るのが全てじゃないですけど、やっぱりこう来ていただいて、やっぱりサロンっていうのもやられてるんですよね。はい、はい、なるみサロンで、今日ね、なるみサロンのメンバーも来てくださってますね。ありがとうございます。そのサロンっていうのは どういうのをやられて。あ、はい、私もともとね、あいおい日生同和損害保険会社の OL をやっている時に、役員秘書で最後終わったんですけれど、いろいろな役員さんを見ていて、なんか肩書きがだけを意識して過ごしている人と、そういうことでなくて、もう本当に部下を可愛がり、同僚とね仲良くし、そういう人たちがやっぱり役を降りた時に大きな差があるなって思ったんです。で、年賀状にね差があるんですよ、はいはい、急に年賀状が来なくなったと、肩書きが取れたら。でも本当にその人を好きだったら、肩書きがなくても一人の子の人間となった時に、その人にやっぱりいつもでも寄り添ったり、会いたいと言ったり、そういう年賀状の枚数でこんなに違うのかってことを感じた時に、はい、わあ、やっぱり最後は一人一人個々の人間の在り方なんだなと思って、で、新倉和子のコミュニティを作りたいというのはずっと思っていて、うん、2年前に立ち上げたんです。なるほどですね、はい、僕はね、教員だったんですけど、校長先生がいて、お正月とかお盆とか集まるんですよ、はい、退職されると急に集まる人数が減るんですよ、うん、あ、で、僕は関係なくお世話になったので、今呼ばれたら行ってたんですけど、そしたら退職した後ですね、釣り部先生なっつって、こんなもんだぞ、あ、結局俺の人格と思ってたけど、俺の役職にみんな人が集まってたんだ、うん、寂しいもんだって言ってたんですよね。あ、そうですか。まあ、まさにね、どう生きてきたか、どう人と接してきたか、それがなんか最後にね、結果として現れちゃうような、そんな感じをずっと思ってたんですね。だからやっぱり最後はやっぱりこうみんなにね惜しまれて天国に行けるような生き方したいなと思って、それでもうコミュニティっていうのをずっと思っていて、やっぱり人はどんなにしっかりとしてる人でも寄り添ったり癒されたりしたいんだろうなと思って、そんなサロンを作ろうと思って、はい、立ち上げました。工藤さん、その辺、まあ、当然といえば、ね、まずお聞きしたいのが、はい、なるみサロンのなるみの名前の由来はよく聞かれちゃうんですよね、うん、今の価値観と関係があるんですか。はい、あ、実はね関係ないんです。ないんですあの、株式会社なるみってどういうしてそういう名前をね、うん、つけたのってよく聞かれるんですけど、私その頃会社を立ち上げて、今14期目に入るんですけど、その頃いろいろな占いに凝ってたんですよ。それでその時北斗戦術という本当に聞いたことのない戦術があって、それを学んでたんですね。でその時私の持ってる星が星宮というのは、成功の星に宮と書いて星宮という星を持っていて、あ、
仕事を立ち上げるんだったら請求成功する、成功したいって思って、うん、じゃあこの成功のせいをなると考えたんです、うん、であと美意識を常に持って生きていきたいというのがあって、で安田なるみさんのなるみだなと思ってそれをカタカナにしたんです。で画数をちょっと見て、それだけのことだったんですね。なるに宮で、で宮っていう字にも美という響きがありますよね、はい、ね、あ、なるほどね、それでね、うん、うーん、なんかその聖九というそのなる宮っていう文字が妙に気に入ったんですよ、自分で、はいはい、なるほどね、それでなるみになったんですね、はい、そうなんです。だから当時のその思いというのを忘れないようにと思って、うんうん、でも今の価値観とそんなにかけ離れてないんじゃないですか。そうですか、うん、かけ離れてる、あ、よかった。なんかかけ離れてるって言われたらどうしようと思ってたんですけどなんかあれですよね、立身出世って、はい、結構まあそこを求める人って世の中かなりの割合でいると思うんだけど、うん、定年退職っていうのがある世界にいる人っていうのは間違いなくその役職がなくなった時に寂しくなるっていう現象が起きますよね。ただ我々自営の世界だと、まあ、健康で働けるうちがずっと現役なので、なんか僕も脱サラ組なんですけどね、なんか脱サラしちゃったらあんまりそういうのって気にならなくなってきてるなっていうのがあって、だからこそ役にこだわるとか社会的な地位にこだわるっていうよりは、どう人と関わっていくか、どう役に立てる人間になるかっていうところに意識が向かうようになりますよね、うん、だから結果的に今日になってるんじゃないですかね、そうですね、うん、やっぱり新倉さんその前のお仕事の時に、はい、その役職で生きてる方々を、そう結果的にそう見てきたんです。一生懸命お仕事はされてるんですけど、やっぱり観察してました、人が観察してました、部下というか若い人が役職としてその方を見ていて、そう人間として見ていなかったという、そういう人もいれば本当に人間として見てる人もいれば、はい、最後は結果が、最後に肩書きが自分の役が降りた時に出るなって、ああその方の人生、ね、そんな風に思ったんですね、うんうん、でやっぱり本当に社長だって降りれば一人の人間になる、うん、でもその社長に会いたいって同窓会で社長が集まれ来るんだったらみんな行こうと、うん、そんな風になれたらいいなって、うん、そこにやっぱり今までのその現役時代のね、うん、あり方がどう生きてきたかがそういうところで現れるんだっていうのをずっと OL 時代に思ってきたんです、ね、うん、で今ねやっぱりあの会社立ち上げて、まあ、いろいろ法人会にも入り、いろいろ肩書きもある方もいるけれども、やっぱりそこだけで見るんではなくて、やっぱり人としての在り方、それを見て、でやはりあの私としては紳士淑女を目指して、やはりこうなりたいという自分になるための夢を持ちながら、そんな絆を深めて、そして個々の幸せをこう築き上げていく、そんなサロンにしたいなと思って、約今3年目ですね、はい、で今日その仲間のお仲間のメンバーもね何人かいらしてくださってます。じゃあ、まあ人格を磨くといいますか、はい、人間性を磨く、そうですね、支え合うという、うん、やっぱりねどう頑張っても一人でね、やっぱりそんな強がって生きてはいられないので、お互い助け合ったり励まし合ったり癒したり、そんな関係を築きたいなと思って、今そんな活動を今中心にやってます。なんか僕がね新倉さんとまあ知り合って、まあ存在を知ってからは数年で、はい、まあ、近くなったのこの最近、まあ、講和豊島にね来ていただいたりなんですけれども、はい、なんかすごく、まあ、カリスマではないですけど、やっぱり新倉和子っていう存在ってすごく大きいなと思うんですよ。だからそのなるみサロンとかね、はい、会社っていうのは一心専属っていうか、そのご自身一代で終わるのか継承するもの、されるものなのかっていうのは、なんかちょっと難しいというか、そう難しい、ね、どうこう考えなのかなと思っちゃったんですけど、そうなんですよね。だからやっぱり会社の継承となると、まあ、私マナー講師をやってそこからスタートしてるんですけれども、じゃあ今、まあ、会社の役員として娘が新倉香織がいるんですね、うん、じゃあ同じことができるかというとまたそうではなくて、あともう一つこれは母の生業であった不動産賃貸管理、これもなるみに入れてるんですけどね、それは娘に託していけるかなとか、
だから託せるものと託せないもの、コミュニティはまさにね、今日工藤先生にもお聞きしたいなと思ったのは、やっぱコミュニティっていうのは私の新倉和子の子の人間なので、じゃあ私がこういなくなった時にそれってどう継承していくことができるのか、それともスパッとやめてしまうのかとか、そんなちょっとどうしようかなっていう思いはあるんですけど、とにかく今を一生懸命生きていればいいのかなっていう気もしてるんですけど、その辺工藤さんどう考えたらいいんでしょうかね。まあ俗人的なところで集っているんであれば、その方が他界なさったら、はい、忍ぶ会やるぐらいしかできない。だってもういないんだもんね。だから、そのために何か残すものを作んなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思いますよね。うん、私あのね、まあ、この仲間はね、みんな倫理法人会のつながりで友人になってるんでしょうけれども、あのそもそも哲学の私塾を始めたのが、はい、安岡正弘先生のにつながる勉強会のお世話役をやってたのが、うん、まあそれで本も出させていただいたりとか、それで哲学の私塾やるようになってったんですけれども、安岡先生がご他界なさった後でも、安岡先生から教わったことを今でもシェアをし合う勉強会っていうのが日本中各地にあるんですよ。だからそういったような形でなれば、新倉さんがまあ、あと何年生きられるのか分かんないけれどもね、50年はそこら行きそうな気するけど。でもその後に新倉和子イズムっていうのを引き継ぐような人たちが語り合うっていうことで、勉強会とかね、サロンっていうのが存在するっていうのはあり得るよね。だからその新倉和子というまあ、人物なんてコンテンツではないですけれども、そのコンテンツを後世に残すというのを作っとかなかったら、それは死んじゃったらなくなる。でも何かそのコンテンツ的なものを残しているんであればずっと残っていくって、僕はほら哲学をずっとやり続けている人間なんで、例えば孔子にしても孟子にしてもそうだし、ソクラテスでもいいし、プラトンでも何でもいいんだけれども、それは何か思想的なものが後世に残っているから、いまだにそれを学ぶ人が出てくるわけじゃない。でも新倉さんに会いたいだけで人が集っていると、はい、そうなると、うん、新倉さんに会えないんだったらいいやになっちゃう。だからそれを何か残す手立てっていうのを、うん、なんかこう考えられて、まあ、やっていかれるといいんじゃないのかなというふうに思うよね。すごく参考になりました今、うん、ありがとうございます。今思っちゃったのは、これ言っていいかどうか難しいんですけども、うん、はい、聖書とかって、ええ、聖書本人書いてないですよね。はい、弟子が解釈したものを書いてますよね。あ、そうですね。なので論語も孔子が書いてないですからね。弟子ですよね。だから読み方がすごく出て後世のものが変えれるんですよね。でも、まあ、我々が勉強している倫理法人会倫理では丸山敏夫先生自身が書いたものが残ってるんですよね。確かに。それが、まあ、ね、哲学とかイズムとかいろいろ言えるんですけども、そしたら残すとしたら、はい、本を書いて、新倉和子はこういうことを考えてるんだ、はい、こういうことを思ってる人間だったんだよっていうのがあれば、それをテキストに、忍ぶ会なのかどうか別として、ずっとサロンのものが残るし、会社であれば多分経営理念とか、ええ、そういうもの、ビジョンとかっていうものがあれば、それに沿って第三者が、後輩たちが判断していけると残ると思うんですよね。ああ、そうですね、って思っちゃったんですよ、急に。いや、その通りですね。確かに。だから今いるサロンのメンバーたちが、後世に語り継ぐような形になってるんであれば、はい、特に自分があれこれしなくてもいいんだろうけれどもね、それって、説得力のある話し方ができる人とか、あとは文章を書く能力がある人とか、そういうのがある程度揃っていないと後世に勝手に伝えてくれないよね。そこのとこよく考え、例えばキリストにしてもお弟子さんたちがいて、孔子にしてもお弟子さんたちがいて、それがそもそも先生に負けないぐらいのなんかすごい、なんていうのか、学術的な能力っていうのかな、そういうのが高い人たちがいたから、後世に本人は何も書かなくても残るっていうのがある。そうですね。それがないんであれば自分で書くしかないよねと。そうですね。いや、そこで本当にね、私もこうお話しすることも好きだし、まあ、心の喜ぶことを伝えるっていうのも好きだし、メッセージをどんどん発信していきたいんだけれども、やっぱりあの書くっていうことがね、とても大事で、その、まあ、だから、まあ、ブログも13年ぐらい書き続けてるんですけど、まあ、それをね、何らかの形にしたいということで、まあ、
本を出版しようかなとか、ずっとそんな風に思っていて悶々としながら過ぎちゃってる自分、そこになんか自分の弱さがあるような気がして、ここもちょっともう思い切って逆に私から質問をさせていただこうかなってちょっと思ってるんですけど。ブログって何年ぐらいやってらっしゃる？10年、もう3年ぐらいになるでしょうかね。13年ぐらい。それどのぐらいの頻度でアップしてる？あ、ちょうど今日あの野中さんがいらっしゃるので、野中さん今何万字になってるんです？100万字を超えました。100万字超えた、あの実は野中さんに編纂してもらったんです。あ、そう。でやっぱり形にしたいということ でもしそれを本にするんであれば、まあ、150ページはもう言うに行くんですけれど、いろいろ精査して、でそんなことで多少まとめてはいるんですね。うん、なんだっけ、10万字ぐらいになると結構な、結構な1冊ぐらいになっちゃうんですよね。10万字ぐらいでね、ってことは、まあもちろんね精査するんでしょうけど、はい、もう全然できてますよね。うん、そうですね。うん、なので13年間の思いを、うん、あの書くか、やっぱり今の思いを書くのか、うん、そこのところでまだまだ自分が踏み切れてなかったり、でやっぱりこれなぜそう思ったのかっていうのは、やっぱり亡くなった父の、うん、まあ、母と父は私が 4歳の時にね離婚してるんですけれど、37年間父と会わなかったんだけれども、何か最近その父がそばにいるような感じがしてならない、でそれは家族をもうここでやるんだよって言われてるような気がして、で父はすごく本が好きで、私が3歳か4歳の時にね、父がおんぶをして、私をおんぶして、その頃掃除機もなかったので、うん、はたきって、はい、覚えてます覚えてます。で、ね、あ、知ってる、よかった、はい、世代が年齢的にギリギリかもしれないそうで、こうはたきでね、こうほこりをはったくわけですよね。だからはたきっていうのかな。でそのぬくもりをこうすごく思い出すんです。でいつも本棚にはたきをかけてる、もう慈しむように本を読んでる姿、それをすごく思い出したんですね。で父と別れてからずっと37年間会わなかったんですけど、手紙をずっと書き綴ってくれて、それから37年ぶりに会った時に自叙伝を、父の半世紀を書いた、その頃は手書きですよね、手書きの自叙伝を、このぐらいの分厚い自叙伝を私にプレゼントしてくれて、それが形にしたってして、それに今手元に私のところにあるので、うん、あ、こうやって死してもメッセージが残るって素敵だなって思って、これを私もそれを受け継いでいこうと思ったんです、うんうんうん、それがやっぱり本なのかなって思っています、うん、なるほどね、はい、例えばこうやってこれも残りますよね、ずっと YouTube アップこの後しますから、はい、それは抵抗はあんまりないです。もうどんどんやりたいと思ってます。だからお話しするのは問題ないんだけど、本というものになると何かねえ、だから何なんでしょうね、違うってことなんですよね。うん、でももう踏み出そうと思ってます、はい、ねえ、で私どちらかというと有言実行ではなくて無言実行の方がかっこいいと思ってたんですね、うんうん、でもう言わないで言わないでパンと実はこうなのって出すっていうのが私のこう美学だったんですけど、あ、それじゃやっぱりダメだなと、やりたいことは言葉に出さなきゃと絶対できないなと思って、もうこうやって言うようにしたんですね。なるほどね、はい、で今日工藤先生にも鶴瓶さんにも後押ししてもらいたいといくらそんなんじゃダメだよって後押ししてもらいたいなと思ったんです。まあ、文字だけで言うんであれば、今日これ喋った後2ヶ月後ぐらいに本になっちゃうんです。この内容が、この内容が、ね、容が本になっちゃうの で、はいはい、まあ、編集しますけれども、はい、だからもう1冊は決まっちゃいました、うん、出た時点で。そういうことですね、はい、もうからそれは決まりました。うーん、あとはご自身で書かれたものを出せば2冊目ということになって、はい、そうですね、しまうんです。あ、確かに取材はね、取材受けて、うん、私の名前が載ってるのは何冊かあるんですけど、やっぱり自分の名前で出すっていうことをやっぱりしたいと。自分の文章じゃないとね。そうなんですね。で母も91歳ですしね、やっぱり母が元気なうちにこう残してあげておきたいと、
でやっぱり母に捧げる意味でも、うん、やっぱ父に捧げる、母と父と母に捧げるってことなのかなって思って、はい、それが私の親孝行になるのかなってようやく思うようになって、これはもう一歩踏み出して頑張って書こうかなと思ってます。と思いますね。まあ、僕のことで言うと、はい、僕は去年のちょっと前に親父の手記を、ガダルカナルの親父生き残りなんで、それの手記が出てきたんでそれを本にしたんですけど、当時バンダイ宝生帽持ってなかったんで他社の自費出版で出したんですよ。で出した後にお線香というかね、お祈りした時にパッと思ったのは、親父俺の出版社で出してほしかったんだろうなと思ったんですよ。でも他界してたんで僕の名前で出したんです。で本文に釣り部二郎って入れたんですよ。でも思ってたんですよ、でまあ年が明けてこの間やっぱり違うと思ってそれを再編集して、僕は釣り部二郎釣り部ひとひろって親子の名前で自費出版というかうちの出版社で出したんですよ、で今度それが国会図書館にできれば残るわけですよ。その時僕は、あ、親父これで喜んでもらえると思ったんですよ。誰も読まないってことはないと思いますけど、でもそんな売れる本でもないですけれども、ただ親父の生きた証と戦争のと平和の願いが人類に残ったんですよ。ただ誰かが50年後100年後に、あなただけでした、戦争ダメだとかガダルカナル何だったんだっていう時に、現地で行って戦った男の手記が残るっていう、だから僕が死んでも親父は生きてるんです。そうですね、ですよね。だからよく生は死なりとか死は生なりって言いますけど、親父の生を本という形に残したことで僕は親孝行一つできたかなと思う。でそうなった時によく本にね、この本を誰々に捧げますってあるじゃないですか、あの意味がやっと分かったんですよ、それまでね、一応なんか上手これを妻に捧げますとかね、死にってあったけど、なんか上手に怒られるように書いてんだろうとしか思わなかったんですけど、本当にこの本を父に捧げますっていうこの一行の重さを僕は今回初めて体験して、まあ6月18日に発刊する、僕の誕生日に合わせて発刊するようにして、命をもらったということに対して親父の本をその日に出すっていうことが、子供としての僕は親孝行、本当に父に捧げる、そしてそれが人類の誰か50年後100年後でもあのことを知りたいと思った時に届くようにって思って出したんですよね。ああそうですか。とすればお母様やお父様も、魂が入りますね、そうなるとね。そう思うし、本人は、ね、息子さんやね、娘さんやお孫さんが、なんか何年か後かに、でももしかしてお亡くなりになって、あの21世紀か、21世紀ですね、にニコラ和子っていう人がいて、そんなこと考えてたんだよ。そう、そういう風になれたらいいなって。やっぱり最終的には影響力、やっぱり自分の発したことも工藤先生のことも、すごい影響力じゃないですか今。やっぱりそういうやっぱり最後に影響力を持った生き方をぜひねしたい。そのためにはやっぱり形に残さないとダメなのかなと思って、言ってるだけでもダメだし、やっぱり書いて話して聞いて、もうそういう繰り返しで残していきたいと、形にしたいっていうふうに思っています。皆さんも読みたいですよね、ニコラ先生の本ね。ねえ、読みたいって ありがとうございます、なぜだ言ってるですよね、やっぱり頑張らなければいけないですね。今のは核宣言と取ってよろしいですか。そうですね、はい、そうします。年内ぐらいで。そうです、年内ね、できるのかしら、ね、だって原稿あるわけですから、はい、そうですね、あとは編集する人に任せて構成をかけていけば、まあ、出版社もよりますけど、原稿があるんであればそんなに時間はないと大変ですけど、そうですね、まあ、ターゲットもどうするかとかね、いろいろ考えたんですけど、あんまり考えすぎると、ターゲットお母さんじゃないですか。そうなんですね、私はあの50代ぐらいのね、40、50、60代の女性を対象に考えてたんです。やっぱり幸せの感じ方とかね、だから常に生き生きと輝くためにはとか、例えばあの人にね、人のことを好きになる恋をしようとか、もうそういうことも含めて、なんかこう、好きなことをやってねっていうことを書こうと思って、そこがその母に捧げるということにはつながらなかったんですね。
でもご自身がそうやって生きたという、うん、はい、から生きたからこそそう思われるっていうことですよね、だけど親からするとはうちの娘こんなこと考えてこんな風に人に与えてるんだと思うだけでも十二分に幸せなんじゃないですかね。